十和田市の魅力を世界に発信、十和田ドットサイト、おもてなしガイド。十和田市の概要。青森県十和田市は青森県東南南部地方の内陸部に位置し、国の特別名勝および天然記念物に指定された十和田湖、奥入瀬渓流は東北を代表する観光地として多くの方が毎年訪れています。十和田湖周辺は国立公園、そして鳥獣保護区として生き物、自然、景色が大切に守られて古き姿が生き続けています。また日本三大開拓地の一つである十和田市は、荒れ果てた大地から川を作り、田畑を作り、町が整備され、全国でも有名な農畜産物の生産地域へと変貌を遂げました。現在では十和田市現代美術館をはじめとしたアートの町として、自然と調和する美しい町並みを築いています。十和田市環状街通り、駒街道、日本の道100選にも選ばれ、 1.1km にわたる桜並木に156本の桜が咲き誇ります。夜はライトアップされた夜桜を楽しめ、市役所の展望ロビーからは駒街道一面に咲く桜を堪能できます。桜やぶさめ。駒街道に面する緑地公園では、桜が見ごろの春に桜やぶさめが行われます。桜やぶさめは勇壮にして華麗な伝統武術の狂乱です。馬を狩るのはすべて女流騎士、馬は和種、日本の馬、そして馬が駆け抜ける鉄砲馬場、やぶさめの走路は満開の桜並木の下で行われます。秋には男女混合で技を競う世界やぶさめ選手権が行われます。十和田市秋祭り。毎年9月第2週に開催される十和田市の秋の風物詩、十和田市秋祭りでは、豪華絢爛な山車や勇壮な太鼓車が通りを埋め尽くし、華麗な鉢さばきと大音響で感動を誘います。十和田市現代美術館。国内外で活躍するアーティスト33名による建築や空間と一体になった38作品を展示しています。展示室に限らず、中庭、屋上、階段室などのあらゆる空間で多様なアートが展開し、来場者に新たな体験を提供します。また美術館前のおよそ 1km にわたる環状街通りを一つの美術館に見立てたアート広場やアートファニチャーもあります。馬人。かぶればみんな友達、十和田市のコミュニケーションツール馬人。馬人をかぶるとみんな笑顔。馬人は人と人をつなぎ、人と町をつなぎ、町と世界をつなぎ、すべてを元気にします。十和田市馬事公園コマッコランド。十和田市は古くから南部馬の産地として栄え、明治時代には軍馬補充部が置かれていました。園内には馬にまつわる歴史などを紹介した文化資料館、聖徳館があり、また馬への餌やりや乗馬体験など
馬と触れ合える小マッコ牧場や大型遊具などの公園があります。奥入瀬渓流、十和田湖から流水する唯一の河川奥入瀬川、十和田湖畔根の口から焼山までの約 14km の区間を奥入瀬渓流と呼びます。特別名勝および天然記念物に指定されている文化財です。渓流沿いに多数の滝が点在していることから幕府街道とも呼ばれています。苔玉、日本の貴重な苔の森に選定された奥入瀬渓流では、苔が観光資源として多くの観光客に親しまれています。渓流に点在する苔蒸した岩を苔玉で見立てて、小さな奥入瀬渓流としてお楽しみいただけます。十和田湖、十和田八幡平国立公園内にあり、十和田火山の噴火で形成されたカルデラ湖です。湖畔には高村光太郎作の乙女の像があり、観光用の湖上遊覧船が運航しています。中山半島には十和田神社があり、パワースポットとして注目を集めています。十和田市の特産品、十和田市には美味しい食べ物がたくさん。十和田市の特産品をご紹介します。十和田バラ焼き、十和田バラ焼きは牛のバラ肉と大量の玉ねぎを醤油ベースの甘辛いタレで味付けし、鉄板で焼く料理で、十和田市民のソウルフードです。黒ニンニク、黒ニンニクはニンニクを約1ヶ月熟成させた健康に良い食品です。真っ黒に熟成させることにより、生ニンニクの栄養素そのままに、味はまるでフルーツのような甘酸っぱい風味で美味しくいただけます。十和田市は農業が盛んな地域で、6月、7月に山瀬という冷涼な風が吹くため、気候に適した根菜類が多く生産され、良質な野菜作りのため健康な土作りに力を入れています。栽培している畑の養分を分析し、その結果をもとに適正な施肥を行うことで、土の栄養バランスを整え、野菜本来の甘みや旨みを引き出します。ニンニク、全国のニンニクのうち、なんと2割以上のシェアを誇る十和田市のニンニクは、ニンニクの最高級品種である福地ホワイト六片種由来のものがほとんどです。大玉で実が雪のように白いのが特徴です。長芋、十和田の長芋は白で粘りが強く、アクが少ないのが特徴です。とろろや刻みで生で食べるのはもちろん、郷土料理の長芋すいとんをはじめ、漬物など様々な料理で活躍します。ごぼう、ごぼうは青森県が全国一のごぼう生産量を誇り、中でも十和田市は県内でもトップクラスの生産量を誇っています。程よく身が締まっており、
シャキシャキとした歯ごたえと風味が自慢の十和田のごぼうは、薄くスライスすると生でも食べられると好評です。ネギ、十和田のネギは緑と白の部分がはっきりしていて、市場関係者からも高い評価を得ています。辛みが少なく、加熱するとさらに甘みが増すので、ネギ焼きがおすすめです。十和田市ではこれらの主要4品目のブランド化に力を入れています。青森十和田小和牛、青森十和田小和牛は年間出荷頭数が約200頭と希少な和牛です。肉質等級は A4 ランク以上を誇る十和田市を代表するブランド和牛です。肉質の柔らかさとキメの細かい霜降りが特徴で、焼肉やステーキで食べるのがおすすめです。奥入瀬ガーリックポーク、ニンニクの粉末入りの飼料を食べて育った奥入瀬ガーリックポークは、十和田市が誇るブランド豚です。油の融点が通常の豚肉よりも低いため、とろけるような味わいです。シンプルにソテーとして食べると、油の甘みや肉の旨みがよくわかります。十和田湖ヒメマス、神秘の湖十和田湖に育まれた十和田湖ヒメマスはサケ科の淡水魚で、十和田湖のきれいな水で育つため、川魚特有の臭みが少ないのが特徴です。特に刺身は程よく脂がのり、とろけるような味わいが好評です。また塩焼きにするとふっくらとして旨味が引き立ちます。十和田市の魅力を世界に発信、いかがでしたか？ぜひ青森県十和田市にお越しください。